テレ防災ラボです地域密着型のですね。気象防災情報発信基地防災ラボでございます。あの春は荒れるんですよ。はい、穏やかなですね。天気とそして荒々,荒々しい二面性を持ってますけども、また今夜からその荒々しい面が出てきます。春の 4k 天気気温差、はいえー、花粉えー、高差 乾燥これがまたまた揃うわけなんですよね。えー、高差が加わって四 K ということになります。さあそれでは皆さんからいただいたですね季節の便りこのコーナーがいいのはですね他の天気予報と違って、はい、季節の移ろいが見える。うん、あふ他の天気予報も見えますけどもね。<laughs> はい、特に皆さんが送っていただいた季節の便りがあ本当にあの好評でございます。えー、花粉が結構飛んだ。んそして虹が出ました。 おでも虹、はい、って冬型だから虹、はい、が出ると暖かくなる寒くなるどっちですか寒,<い>寒くなるんですけれども、はい、まさにこれから寒くなってきます、えー、そして山が少しかすんで見えます花粉でしょうか、うん、これもやっぱりぼんやりとしてサンピラーみたいなのが出てますね,すね太陽中そして猪苗代の白鳥発、えー、起口しました、はい、暖かくなったんでシベリアの方にいい、まあ、また戻るわけなんですがこれ家族なんですよ、うん、家族で戻るわけです。で,大体ですねスピードを 一時的に時速百キロでたんです、えー、それぐらい早いということですね、はいえー、その他、つくしも来ております、はい、そして毎日ありがとうございますトつベの桜情報、はいえー、咲きそうですね,ですね週末までにおそらく開花するんじゃないかまた開花したら教えていただきたいと思います、えー、さて春というのはこの桜の咲く季節ではあるんですけども、はい、もう一つ嫌なのがですね高砂なんですよでこちらをちょっと見ていただきたいんですけれども、はい えこれ日本があります、朝鮮半島があります、そしてタクラマカン砂漠という3000キロ離れたところか、ここがですね砂嵐の工場、黄砂の工場なんですね、はい、ここで発生した砂嵐が、これ、ダストって書いてあるのが、これ、砂嵐です、で北京、この辺りです、でこれ、昨日の画像なんですけれども、<ー>この北京が一体どうなったのか、こちら、VTR でご覧ください。まあ、こんな風になにりました もう全然先が見えないですよね、はい、でこちらでございます、10年に一度の黄砂だった、北京市のです、ね、当局から発表された大気汚染指数は最悪の6だった、<ー>それぐらいあの空気が濁ってしまったんですよね、でもう一回、ちょっとこちらで戻ってみましょうか、この砂嵐を発生させたのは、この寒冷前線の,、えー、この収束、これがですね砂嵐を発生させて、上空に砂を舞い上げたんですね、はい、でこの寒冷前線が、じゃあ、今夜どこなのかというと。 今夜ここまでで下がるんです<ー>つまりは長谷川さん、皆さん、はい、福島には寒冷前線抜けたから砂入ってくる入ってこない入ってきますよね、はい、もうすでに新潟ではですね午後になってからこれ環境省のデータなんですが黄、はい、砂の濃度が高くなっているんです、はい、だから、この後おそらくですね今夜もう9時には福島県にこれ黄砂が入ってくるんじゃないかと思いますで皆さんが知りたいのはどういうふうに生活に影響するかですよね。はい 1> 私、1つちょっと心配しているのがここちらなんですスギ花粉の断面なんです黄砂の断面です交差の方がちっちゃいんですよ、はい、でこうちっちゃい黄砂なんですがこの黄砂、ね、先が結構とんがってるんですガラスのようになってる。る、はいはい、これを改めて見てちょっともう1回見てください、このとんがってるやつがスギ花粉にぶつかっちゃうと何が起きるのかというとこちらですスギ花粉の爆発が起きる。 で爆発が起きると微細化して気管支とか肺,肺に入っちゃうから喘息の原因になるだから喘息を持っている方は今夜から明日にかけてはしっかりと、まあ、もうマスクしてると思いますけどもマスクをしてですねお休みになっていただきたいと思いますあと車も汚れますのでその点気をつけてください、えー、では明日どうなるのか天気見てみましょう、えー、阿武隈お蔵王し,おおしが吹きます浜通りブルーなんですが明日、やっぱり黄砂が残るんで。 少し黄色っぽく空がなるんじゃないかなと思いますね、はい、浜通りブルーって書きましたけど、ちょっと濁ったブルーになるのではないかと思います、はい、そして中通りの北部です、こちらの方午前中にです、ね、少し雲が出ます、出ますけれども、天気の大きな崩れはないんですが、このマークであ明日いい天気だなって思わないでくださいね、明日風がすごく強いです。 東北本線のダイヤも乱れる可能性があります。常磐線だけではなく、そして中通りの南部です。瞬間でおそらく西風で二十メートル以上吹きます。で、西側に土のグラウンドがあったり畑がある方は砂ぼこりが思いっきり入ってくる。はい。じゃりじゃりしますから、西側の窓はしっかりと閉めて明日備えていただきたいと思います。気温もあんまり上がらないですよね。はい。体感的には冬の寒さになります。え、そして会津地方です。やっぱり冬型なんで雲が多くなるんですが、でも冬型でも 雪降らないでしょう。はい、この辺りがあれなんですよ。うもう春になっている冬型でも雲が多くて終わる。まあ、新潟の県境で小雪が降った程度で終わるのではないかと見ております。明日から彼岸ですよ。はい、彼岸って言うと、やっぱりなんかこう春みたいな感じにしますよね。ねあの、うん、私勝手に作った言葉です。雪も寒さも彼岸まで。うん、暑さ寒さも彼岸までですけど、はい、福島県の場合は雪も寒さも彼岸までなんじゃないかと思います。なぜかというとこういうデータ。 えー、彼岸の中日前後10日間の最高気温の10年平均ですがやっぱりあの彼岸前は12度で、えー、彼岸後は14度近くまでなるということで、はい、明らかにやっぱり暖かくなるんですよね、うん、で雪がどうなるのか雪は彼岸以降も降るのかどうかちょっとこちら見てくださいこれ2018年3月21日春分の日です、はい、春分の日でもこんなに雪が降ってる。えー、で平均します 平均すると、えー、最後に1センチ以上積雪した日は3月24日ですからやっぱりあの暑さ寒さも彼岸まで雪も寒さも彼岸までというふうには言えるかと思いますね、はい、特に今年は暖気が優勢ですから雪の日はこの後少ないんじゃないかなと思いますもし降りそうな場合はこの番組できちんと説明します週間予報です、えー、その前に土曜日日曜日彼岸あれまた嵐になりそうなんです特に日曜日は強い雨横殴りの雨に気をつけてください 一区はこちらコウサい冷たい西福飛岸入り福テレ防災ラボでした